プレボプレボプレイボーイは1953年にアメリカ合衆国のヒュー・ヘフナーラによってシカゴで創刊された成人向け娯楽雑誌であるこの雑誌の成功により出版元はあらゆるメディアに広がるプレイボーイエンタープライゼスインクに成長した現在プレイボーイは世界でも最も知られたブランドの一つであり合衆国内の機関紙に加えて 各国特別版が全世界で発行されている。内容は女性のヌード写真に加えてファッション、スポーツ、セレブリティのトピックやアーサー・シー・クラークなど著名な作家による短編小説などを掲載。政治上の継争点についてリベラルな見解を表明することでも知られている。プレイボーイの趣味の良い、質の高いヌード写真はプレイボーイのライバル誌である。 テントハウスと共に1970年代から創刊されたハードコアなポルノ雑誌に対してソフトアと分類されることもある。当初、プレイボーイ氏のタイトルはスタックパーティー、男ばかりの会合の意になる予定だった。だが、それまでまるで関わりのなかったアウトドア誌、スタック、男子戦火の意からヘフナーに接触があり、 もしその名前で雑誌を販売するなら自分たちの登録商標を守るべく法的措置を取るつもりだと告げられる。ヘフナーと共同設立者であり取締役副社長のエルドン・セラーズはあってこの問題を話し合いこれに代わる新しい名前を考えた。ニューヨーク州バッファローで1947年から1951年まで自動車を製造していたプレイボーイ自動車会社に 母親が勤めていたセラーズが新しいタイトルにプレイボーイはどうかと提案した。タキシードの蝶ネクタイを付けたウサギの横顔を図案化したロゴラビットヘッドはアートデザイナーのアートポールが雑誌2号目のためにデザインしたもの。以来このロゴは毎号掲載されるようになった。雑誌の表紙やグラビア写真の中にこのロゴをこっそりと忍ばせるお遊びも 伝統となっている。ヘフナーは、ウサギには、快活で、遊び心や、茶目っ気があるというイメージから、ユーモラスであり、セクシーさの象徴として、ウサギをマスコットに選んだと語っている。なお、ウサギは哺乳類の中で、最も繁殖力の強い生物である。このラビットヘッドは、いろいろなジャンルのデザインで採用されていることがあり、アメリカ海軍の VX-4 飛行隊に、 属する回 -14 トムキャット、回 -4 の尾翼にラビットヘッドが描かれた例がある。これに関して、新谷香原作の漫画、エリア88の登場人物である、アメリカ海軍出身のミッキー・サイモンのパーソナルマークともなっており、作中回 -14 の水平尾翼にラビットヘッドが描かれていた。相刊号出版にあたり、第2弾が出せるのかヘフナには、 確信が持てなかったこともあり、1953年9月に発行された総関号には日付が入っていない。初めての中戸ジグラビア写真は、ノーマジーン、後のマリリン・モンローだった。その写真は、彼女がカレンダー用に撮影したヌード写真の流用であり、プレイボーイ氏のための取り下ろしではなかったが、総関号は即座に話題となり、数週間で売り切れとなった。 一冊の値段は50セントで発行部数は53,991部だった。2002年には新品未費用もしくは新品同様と謳われた総関号が5,000ドル以上で売れたこともある。表紙にプリントされていたあるインのおかげでヘフナーとその号の表紙を飾ったプレーメイトに関する都市伝説が始まった。インとはプレイマイナスの p という文字の中や周囲に印刷されていた星のことであり、1976年に半年だけ途切れたが、1955年から1979年までの間、表紙に印刷され続けた。噂や勝手な憶測によると、この星の数は、その後の表紙を飾るプレイメイトに対してヘフナーが与えた評価、格付けであり、その子がどれだけ魅力的か、あるいは、 彼女と寝た回数、またはベッドでどのぐらい良かったかの点数だと言われた。だが、0から12まであったその星の数は、実際は、その後の国内、海外への広告地域を示していた。プレイボーイで過去に最も売れたのは1972年11月号で、716万1561冊を記録した。また、この号に含まれていたレナショブロムのヌード写真は、 その一部がスキャンされて、画像圧縮アルゴズムの評価用テストイメージとして、標準的に使用されるようになった。この画像は、同分野では単に、レナとして知られている。1970年に、販売のピークを迎えると、プレイボーイ氏は、部数的にも、文化的意義や適合性という見地でも加工が、見られるようになる。1970年代に現れた、ペントハウスや、 それに続く、ウィア、ギャラリーといった同フィールドでの競合し、1980年代に現れたポルノビデオ、近年では、マキシムや f h m スタッフなどの青年誌の台頭も原因だった。その現実に対して、プレイボーイは、以前掴んでいた18から35歳男性という、購買層に対して再主張するべく、ページの作りを多少変更し、 プレイボーインタビューにヒップホップのアテイストを登場させるなど、読者に適切な人選と内容に焦点を当てることで対応している。1988年、ヒュー・ヘフナーの娘であるクリスティー・ヘフナーがプレイボー医者の CEO に就任。現在は取締役会長も務める。本市は2004年1月号で50周年記念を迎えた。 このイベントを祝って1年を通してラスベガス、ロサンゼルス、ニューヨーク、モスクワで記念式典が開催された。2010年、1953年の創刊号から2009年12月号までのすべての記事を収録した 250GB ハードディスクが299ドル95セントで発売された。収録号は650を超え。 総ページ数は10万以上になるという。なお、日本版を発行する、集英社は、2008年11月下旬に発売された2009年1月号を、もって、日本版、月刊プレイボーイを休刊した。不況による、広告収入の減少や、インターネットや、携帯電話などの普及により、雑誌離れが進んでいることが休刊の理由とされる。2015年10月、 スコット・フランダース最高経営責任者は、翌2016年3月号をもって、同志の看板とも言える女性のフルヌード写真の掲載を中止することを発表した。インターネットが普及し、裸の画像が容易に閲覧できる2015年現在では、ヌード写真は時代遅れと判断された結果である。2016年1月、2月号の最後のフルヌード写真モデルは、 48歳のパメラ・アンダーソン、プレイメイト掲載14回目が務めた。最大の売り物で、かつ雑誌のアイデンティティとも言われるのが、若い女性のヌードグラビアである。グラビアに採用されたモデルは、プレイメイトと呼ばれ、このグラビアに登場することを登竜門に出世していく、モデルも多い。プレイボーイが掲載写真に対して行っている、エアブラシ修正、近年では、 ソフトウェア修正には議論が起きている。一部の読者はこの種の修正行為は写真からリアリティを奪い写真を不自然なものにしてしまうと提言している。セレブリティを招いて収録されるプレイボーイインタビューはその攻撃的なスタイルと取材、撮影に通常7時間から10時間程度かける手間をかけたプロセスが有名になっている。1962年9月号 9巻九号のマイルス・デイビスの会から始まり、以後、といったセレブリティが招かれている。なお、過去に起用されたインタビュアーには、アレックス・ヘリーやアルビントフラーなどがいる。1986年に、アメリカ合衆国のコンビニエンスストア大手のセブンイレブンは、キリスト教右派をはじめとした各方面からの圧力を受けて、プレイボーイの取り扱いを取りやめたが、 結局2003年末頃に販売を再開した。プレイボーイは中華人民共和国やミャンマー、マレーシア、タイ、シンガポール、ブルネイなどのような政治的、もしくは宗教的観点から表現の自由が規制されているアジアの多くの地域みならず、韓国や中華民国、インドのような表現が比較的自由な民主主義国でも販売、流通が禁じられている。また、 ほぼすべてのイスラム国家でも上記のアジア諸国同様に禁止状態であるが2006年3月にプレイボーイインドネシア版が立ち上げられようとした。しかし第1号の発行前から論争が巻き起こった。インドネシア版は日本版同様に何らかの変更が加えられたものになるとされていたがインドネシア政府はポルノ規制を行うための法的手段などを利用して発行に対抗しようとした。 なお、サウジアラビアやアラブ首長国連邦、シンガポールは、名指しで持ち込み自体が禁止されている。しかし一方で、もともとは、イギリスの植民地で、現在は中華人民共和国の特別行政区である、香港では制限を受けておらず、また、日本では、女性器の写った写真を削除した独自版が、集英者によって発行されていた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。